ヒップヒンジの動作です。まずは足を肩幅に開きます。両手を胸の前で組んだら背筋をまっすぐ伸ばしましょう。このままお辞儀をするようにお尻を突き出します。はい、そこでストップですね。はい、背中がまっすぐな姿勢です。で、もも裏とお尻に伸びを感じたらヒップヒンジの動作はグッドですね。一度立ち上がります。はい、もう一度お尻を引きましょう。そう、お辞儀をするようにお尻を引いていきます。立ち上がります。はい、繰り返しましょう。お尻を引きます。でもう一度立ち上がります。であまり良くない例としては、で膝を曲げましょう。はい、この時に膝が曲がりすぎてしまったり、お尻の位置が下がっていると前ももにしか負荷がかからないので、一度立ち上がります。正しくはお尻から後ろに引いていきます。もも裏お尻にストレッチを感じます。この動作を15回から20回繰り返します。